情報は日本の後期中等教育の過程における教科の一つである。一般的な意味である知らせを表す語である情報と混同されやすいことなどもあり、情報化、教科、情報などと呼ぶことも多い。英訳については情報処理学会からインフォマティクスを使うよう提言が出ている。教科、情報には普通教育に関する各教科としてのものと、 専門教育に関する各教科としてのものの二つがある。教科、情報は、高度情報化社会に対応した人材を育成するために、情報の収集、分析から発信までを総合的に学ぶ教科であり、単にパソコン操作を教える教科ではない。総合的な学習の時間と同様に、他教科との連携も重要となる複合的な教科である。 近年は形外化が指摘され、専門知識を持たない数学の教諭が指導を行ったり、簡単な表計算をもって合格としたり、センター試験の自習に振り替えたりする学校も一部に存在している。平成20年1月の中央教育審議回答審において、高等学校の各学科に共通する教科情報化が改善されることになった。現行の情報 A。 情報 B、情報 C の3科目構成を見直し、平成25年度から、社会と情報、情報の科学の2科目が設けられる。改善の具体的事項として、答申の中で次のように示された。高校生の実態は多様化している一方で、情報及び情報機器等の活用が、社会生活に必要不可欠な基盤として発展する、中、 これらを活用して高い付加価値を創造することができる人材の育成が求められている。これらを踏まえ、情報活用の実践力の確実な定着や、情報に関する倫理的態度と安全に配慮する態度や、規範意識の育成を特に重視する。その上で、生徒の能力や適性、興味、関心、進路希望等の実態に応じて、情報や情報技術に関する、 科学的あるいは社会的な見方や考え方について、より広く深く学ぶことを可能とする、要科目構成を見直す。情報及び情報技術を活用するための知識と技能を習得させ、情報に関する科学的な見方や考え方を養うとともに、社会の中で情報及び情報技術が果たしている役割や影響を理解させ、社会の情報化の進展に、 主体的に対応できる能力と態度を育てる。普通教科情報の内容を大きく分けると、情報活用の実践力、情報の科学的な理解、情報社会に参画する態度の三つの要素がある。これらの要素は、単独で存在するのではなく、相互に関係し合っている。この教科においては、理系、文系という分類は行われないが、科目によって、口実の通りないように、 若干の傾向が見られる。なお、専門学科においては、学習指導要領第1章第3巻の2により、専門教科、科目の情報科目で、情報科科目の履修と同様の成果が期待できる場合、情報科の必ず履修科目を代替できることになっている。現行科目また、上記の科目を通じて、情報通信ネットワークやメディアの特性、 役割を十分に理解し、安全に配慮し、情報を適切に活用できる能力を育む指導を、より一層重視する。また、情報通信ネットワークや様々なメディアを活用して、新たな情報を作り出したり、わかりやすく情報を表現したり、まさしく伝達したりする活動を通して、合理的判断力や、創造的思考力、問題を発見。 解決することができる能力を育む指導をより一層重視する。2022年より実施の新学習指導要領では、上記の現行科目が必ず履修科目の情報、愛と選択科目、情報、通に改変される予定。平成24年度入学者までの科目情報の各分野に関する基礎的、基本的な知識と技術を習得させ、 現代社会における情報の意義や役割を理解させるとともに、高度情報通信社会の諸課題を主体的、合理的に解決し、社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる。専門教育に関する各教科としての情報は、科目の内容ごとに基礎的分野、システムの設計、管理分野、情報コンテンツの制作。 発信分野の3つの分野が設けられている。この教科は必ず履修ではないが、選択科目として他の科目との組み合わせで開講される場合もある。現行科目平成24年度入学者までの科目情報に関する学科は、高等学校設置基準に規定されている専門教育を主とする学科の一つ。専門教科、情報を中心に履修するものを指し、 高等学校学習指導要領により、情報産業と社会及び課題研究が原則履修科目として指定されている。情報に関する学科の例としては、次のようなものがある。情報に関する学科は、平成11年の高等学校学習指導要領の改定及び、平成16年の高等学校設置基準の改正によって制度化されたものであり、 現状では十数校での設置が確認されている程度である。1996年7月、中央教育審議会は21世紀を展望した我が国の教育のあり方についてと題した答申において情報社会に対応した教育の必要性を指摘した。専門高校や総合学科については情報関連科目の充実を図ること、普通科については学校や 生徒の実態等に応じて情報に関する強化、科目が履修できるように配慮することが必要であると、ここでは述べられている。答申を踏まえて1997年10月、情報化の進展に対応した初等中等教育における情報教育の推進などに関する調査研究協力者会議が第一次報告、体系的な情報教育の実施に向けてを発表した。この中で、 情報教育の目標は次の3つに整理されている。情報活用の実践力情報の科学的な理解情報社会に参画する態度これらを小学校から高等学校に至るまで体系的に育成するために高等学校においては普通教育に関する教科として情報を設置し、その中に複数科目を設定することが提言された。 1998年7月23日、理科教育及び産業教育審議会は、今後の専門高校における教育のあり方等についてという答申の中で、情報分野に興味、関心を持つ若者に、高等学校において、情報科学の基礎など情報を扱う上での基礎的、基本的内容を学習する機会を提供するとともに、情報手段を駆使した、 実習等を通じて創造的で豊かな感性を育む場を用意するために専門教科、情報を新設するべきと述べた。1998年7月29日の教育課程審議会は幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、老学校及び養護学校の教育課程の基準の改善についてという答申の中で 高等学校においては、情報手段の活用を図りながら、情報を適切に判断、分析するための知識、技能を習得させ、情報社会に主体的に対応する態度を育てることを内容とする、教科、情報を新設し、必修とすることが適当であると述べられ、専門教科については、高度情報通信社会における、情報関連の人材の養成の必要性に、 対応するための強化、情報を新設することが適当であると述べられた。答申を受け1999年3月29日に、文部省から高等学校学習指導要領が告示された。当座の教員を賄うため、数学、理科、家庭、商業、工業、農業、水産の教師を対象に研修が行われ、試験の後に、 情報の教員免許状が与えられるなど、その後の教科立ち上げの準備も日本戦後教育史上稀に見る速度で行われたと言える。なお、現在は各大学で教員要請が行われているが、文系、理系両方から免許を発行する異例の教科となっている。またこれと並行に JPNIC では1998年12月から、 教育機関用に新規に、江戸ドメインの割り当て作業が行われた。合わせて、学校現場の設備更新、教育カリキュラム策定、コンテンツ整備が、政府の E-JAPAN いい戦略のもとに、総務省、文部科学省、経済産業省で急がれた。普通に関する各教科としての、情報の教育が不振である原因としては、大学で新規に免許上の授業を受けるため体系的に、 学習する者や企業で技術者として専門的な能力を習得した上で免許上の授業を受けることを目指す者は多数の単位習得のために長期間を要することが必要であるのに対して高等学校の情報教育を推進する立場である現職の教員は短期間の講義、レポートによって免許上の授与を受けられたことが挙げられるこの場合 短期間の講習による弊害から必ずしも授業の土台となる専門的な知識が備わっておらず浅い指導しかできない状況にある。そのため学校によってはパーソナルコンピュータを操作する実習がほぼ100%に近い状態で行われる場合があると言われる。これは情報の専門分野というより教職課程において共通の必修科目である。 情報機器の操作の範囲である。この教科の目的が、パソコン操作の習得に限定するものではないにも、かかわらず、教科書に従った、授業展開が行われていないと見る向きもある。その影響か一例として、生徒においては、教科名が情報ではなく、パソコンと認識されることもある。進学指導を優先し、情報教育イコール就職の基礎と考える。 教員において、この教科を生徒の進路と関係がないと軽視する傾向が見られ、社会に適応する教養としての情報教育に真剣に取り組もうとする教員の努力が理解されない懸念がある。かつては、現職の教員の一部には例えば、情報の時間に、センター対策等に、数学、A、B 等のコンピュータをしてはどうか、という意見があったのは事実である。 2006年の高等学校必ず履修科目、ミリ修問題では、世界史に次いでミリ修の多かった教科が情報であり、高校側の情報に対する軽視が浮き彫りとなった。しばしば見られる状況としては、特定のソフトウェアに依存した教育が行われていたり、特定のソフトウェアでだけ作成ができる形式でのファイル提出を強制したりしていることもある。また、 使用するソフトウェアがプロプライエタリなソフトウェアである場合が多く学校による特定少数の企業への支援ではないかという疑問も投げかけられている。生徒自身も就職した時にデファクトスタンダードとなっているプロプライエタリなソフトウェアを操作できなければ戦力とはみなされずに勉強し直さなければならないと考えている場合もありこの問題の解決は難しい。また 現在、衣装法の改正案が提出され、デファクトスタンダードであるソフトウェアのインターフェースデザインを他のソフトウェアが模倣することが違法になる可能性が出てきており、この先も通常教育において、プロプライエタリなソフトウェアが使用される可能性は高い。企業においては、高等学校新規卒業者の雇用にあたり、事務用ソフトウェアの操作ができないものよりもできるものを、 優先するという動きがあるものの、その簡易な操作方法は、職場の実務に並行して習得することも可能である。このため、事務用ソフトウェアの操作方法よりも、むしろ、情報の取り扱い、情報活用の基礎について、中等教育段階で習得することを求める動きがある。学校等の外部審議委員の中には、企業家が含まれると、 解して、デファクトスタンダードである事務用ソフトウェアを教育することが情報のリテラシーであると主張する傾向が高く、学校に限らず、政府や地方自治体の役所等も、特定企業との癒着により統一化、効率化などと称して、デファクトスタンダードのソフトウェアで固めたがる傾向があり、そのような思考は、外郭団体である国公立の学校の教育にも影響力を持っている。 ハイパーリンクの取り扱いに関して無断リンクを禁止するような内容の記述や指導が行われていることが問題になっている。その反面、動画サイトへの投稿、SNS やブログなどによる情報発信者の低年齢化が著しい、昨今において大変重要であると思われる著作権に関する指導が不足している傾向がある。2001年度から家庭認定がなされ、 教職課程において、この教科に関わる免許上では、普通教育に関する教科、情報と、専門教育に関する教科、情報の両方が対象となっているや、保健体育なども同様。このためか、他の専門教科の教職課程における、教科に関する科目とは異なり、職業指導の科目区分の設定がなされていない。教育職員免許上のうち、 高等学校教諭の情報の一種免許状を授与されるためには、教科に関する科目として、教育職員免許法施行規則に定めた次の科目区分の単位を都合20単位以上習得しなければならない。先週免許状の場合は、一種の要件に、教科または教職に関する科目を24単位、上乗せし、収支の学位を得るすることで授与される。免許状取得者に対しては、 生徒に限定せず、学校職員に対する情報教育も期待されている。しかし教科用図書の整備が遅れていることもあり、担当科目の指導案のみならず、生徒の学習理解に応じた補助教材を自分たちで作成し、この補助教材が授業の中心になることもある。学校によっては、教科書より、この補助教材が授業の中心として扱われることも、あるとされ。 そのような学校では、補助教材への対応負荷が高い。また、情報機器、情報ネットワークの補修運営にとどまらず、視聴覚機器の取扱い担当として割り当てられることもあるなど、教科指導以外の対応も非常に多い。多くの普通高校、特に進む学校では必修科目であるから、形だけは科目を置いているが、実際には、 その時間を受験等に向けた他の教科の復習や自習などに当てている実態が状態であるとされる。このため、そのような高校においては、一応建前上は必修科目であるため、表面上は、情報の科目の免許を保有する教員を採用し、配置せざるを得ないが、実質的に不要な科目であると認識しているので、あるから、教員採用に、 情報の免許だけの保有者を採用する理由が全くない。情報単独ではなくて、必ず他の教科の免許とセットとしてだけで、教員採用募集をするのは、そのような事情が背後にあるとされる。教員採用試験においては、情報だけを所有するものの受験を認めない、自治体が多く、正規採用を受けていない教員においては、情報を取得後に他教科の免許を追加。 あるいはすでに免許取得している教科に情報を追加することで当該教科の受験機会を得る動きが見られる。他教科の免許者についても複数教科の免許者有利の傾向があるとされることからそのような人も情報を追加取得することが多い。その結果情報の未取得している状態でも受験可能な自治体に受験者が集中しやすい。情報取得者 首都組込者に対する教員採用への機会は必ずしも均等に与えられていない。今日に至るまで教員採用試験で一度も情報での募集が実施されていない都道府県もある。臨時的任用により講師として従事するにしても現職の教員によって体制が固められ人員が足りている学校が多くこの教科だけで従事する機会を得ることが困難となっている。 また開校される科目数が少ないこともあり、情報のみ免許取得している教員に対する需要は低い。教員として働く機会を得ても、その多くは非常銀行士である。情報の教職過程は他の教科と併設されることがなく、他教科と並行して取得することは困難である。したがって、大学新規卒業者が教員免許状を有する場合、この教科のみとなり、 情報教育に高い志を持って免許取得しても、この教科だけで受験可能な自治体の教員採用試験で合格し、採用されない限り、常勤教員としての勤務が実現しない可能性が非常に高い。現職の教員を対象に免許所有者を確保してきた経緯から現職以外の新規取得者への門戸は狭い。また、学習指導要領では各科目における 指導の注意事項として技術的に踏み込まないとされており、情報に関する実務経験者ではなくても対応できるようなルールとなっている。パーソナルコンピュータの操作が授業の中心になっている。現状から誰でも教えられるという誤解がある教科だが、授業内容に説得力を持たせ、さらに不足のトラブルなどへの対応のために専門的能力のあるものが求められており、 教教科の教員に対し情報の内容自体は、次第を中心に、複数の大学の英語入試、一般入試などで出題されているが、一般入試教科としては、教科、情報を学んだ生徒が大学を受験する2006年度の入試で初めて導入された。2006年の出題大学は、試行試験を行うなどして4年から準備をしてきた。 東京農工大学など国立2大学、私立13大学。2007年度は室大大学は多少増え国立2大学、私立21大学。また、慶応義塾大学は2016年度より総合政策学部及び環境情報学部の一般入学試験において情報社会と情報、情報の科学を入試教科目として採用している。 大学入試センター試験では、1997年から数学の1科目として情報関係基礎を出題している。情報関係基礎の出題範囲は、大学入試センターによると、職業教育を主とする農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報及び福祉の8教科に設定されている情報に関する基礎的科目。 2006年度センター試験試験問題評価委員会報告書の中の情報関係基礎についての問題作成部会の見解として情報関係基礎という枠組みから情報という枠組みへの移行可能性に関しても慎重に前向きに検討する必要があると記されているが8年度のセンター試験でも普通強化情報は出題されないことが決まった後も 13年度センター試験実施要項においても予定されていない。大学入学共通テストでは情報の出題が検討されている。ありがとうございます。